どうぞ。やあ、お邪魔するよ。カサンドラさん、珍しいね。どうしたの？いや、最近よくライザの話を聞くんでね、なんか顔見たくなっちゃってさ。私の話ってどういうこと？え、気づいてないの？ライザはさ、町の人たちからの依頼をよく受けてくれてるでしょ。高い報酬でもないし、正直言ってライザが受けるようなもんでもないくだらない依頼もあると思うのに、ライザは分け隔てなく受けてくれたでしょ。だって困ってるから依頼を出すんでしょ。私に助けられるなら何とかしてあげたいし。なるほどね。そりゃみんなありがたがるわ。私の知り合いもさ、前にライザに依頼を受けてもらったことがあるらしくて、すっごい感謝してたよ。そっか、みんな喜んでくれてたんだ。うん、もうこのままずっとここに住んでほしいってみんな言ってるよ。あ、それはちょっと無理かも。わかってるってけどさ、みんなそれだけライザの存在をありがたく思ってるんだよ。私も友人として鼻が高いし、ちょっとは胸張んなよ。うん、教えてくれてありがとう、カサンドラさん。これからもたくさん依頼受けるからね。新しいレシピ思いついちゃった。デニスさん、どうしたの？いや、実はとても珍しい鉱石が手に入ったんだ。そんなに珍しい鉱石なの？ああ、ごく稀にしか取れないもので、市場にはまず出回らない代物だよ。僕も今回知り合いから譲ってもらうまで実物を目にしたことがなかったくらいさ。やったね、デニスさん。コンテストで使う金属は決まりだね。そううまくいけばいいんだけど。聞いた話だと、その鉱石にはちょっとした問題があるみたいで。どんな？まあ僕も聞いたことがある程度なんだけど、とにかく実際に試してから話すよ。まさかこれほどとは。デニスさん、これ金細工には向いてないんじゃない？同感だよ。恐ろしく脆いと聞いてはいたけど。こんなに脆かったら使い道がないでしょ。まったくその通りだ。せっかく手に入れたのに残念だよ。私が持ってくるときはちゃんと調べてから持ってくるよ。どこに行くの？よーし。どうぞ、空いてますよ。こんにちは。ちょっとだけ平気かしら？もちろんだよ、ゼフィーヌさん。でも、どうかしたの？うん、ライザ、いつもうちの掲示板に貼られる依頼をたくさん受けてくれるでしょ。その影響でここのところ掲示板に寄せられる依頼が爆発的に増えてるの。
そんなことになってるの？依頼受付係を雇いたいくらいにはね。今日も開店から依頼者の列ができてたんだから。それだけこの町の人にとってライザは頼りにされてる存在ってことよ。でもそんなにたくさん依頼が貼られてるの一度も見たことないけど。そりゃあね、もともとあそこの依頼を受けるのは冒険者の人たちがほとんどだもの。少し前まではみんな冒険者を頼りにしていたのに、今はライザが一番頼りに思われてる。冒険者の人たちって結構プライド高いから、負けられないって必死になるのは当然でしょ。そんなことになってたなんて。でもそれだけ大勢の冒険者が依頼を受けてくれるなら、この町の人たちも安心だね。そうね、ライザもこれを機に依頼を受けるのを少し休んでもいいんじゃないかしら。たくさん町の人のために働いたんだもの。少しは自分のために時間を使ってもいいんじゃない？ありがとう、ゼフィーヌさん。でも私は大丈夫だよ。それに掲示板にたくさん依頼が来てるってことは、それだけ困ってる人がいるってことでしょ。そんな人たちを放っておけないし、手を差し伸べるのが錬金術師である私の役目だと思うんだ。やっぱりね、ライザならそういうんじゃないかなとはなんとなく思ってた。依頼を受け負う店の者として、この町の代表としてお礼を言わせてもらうわ。今まで大勢の人たちを助けてくれてありがとう。そしてこれからもこの町をよろしくお願いね。冒険できるなんて。ああ、いらっしゃい。何か用かい？ううん、ちょっと寄ってみただけ。どこか出かけるところだった？ちょっと露店を覗きに行こうと思っててね。ほら、露店って意外な掘り出し物が多いだろ。もしかしたら珍しい鉱石が見つかるかもしれないし。露天か。ねえ、私も一緒に行っていい？ああ、構わないよ。それじゃあ行こうか。鉱石詰め放題ってこれ。ほとんど石のような。宝石に似たただの石なんていくつもあるからね。違いのわからない人を騙すにはいい商売ってことさ。まあここの店主も騙されて手に入れた商品を知らずに売ってるだけって可能性もあるけど。私も時々見に来るけど、こういうところもあるんだね。でもね、こういう店だからこそ掘り出し物が混ざってる可能性があるんだ。探してみたら意外と簡単に掘り出し物発見なんてことも。何か見つけたの？紫色の鉱石。こんなの見たことない。デニスさんは知ってる？いや、僕も初めて見る。まさか本当に？ん？これってデニスさん、これ貝じゃない？絶対珍しい鉱石だよ。
や、これはダメだ。なんで？こんなの見たことないよ。そもそもこれは鉱石でもなければ石でもない偽物だからね。宝石でも石でもないなんてどういうこと？じゃあこれは何なの？そうだな、石に見えるように作ってあるけど、多分透明度の高い特殊な樹脂で作られた作品だね。ほら、見る角度を変えると光の反射加減に若干違和感があるのがわかるだろう。全然わからないんだけど。鉱石は毎日見て触れてるからね、間違いない。これは偽物さ。鉱石が見つからなかったのは残念だったけど、すごいものが見れたし今日は満足しておくかな。ねえ、どこに行くのさ。よし、行くぞ。どうぞ、空いてますよ。お邪魔するよ。あ、ロミーさん、遊びに来てくれたんですか？いやいや、今日は頑張ってくれてるライザを褒めに来たのよ。いやー、ロミーさん、島で会った時からライザはすごい子だってずーっと思ってたけど、まさかこんなにすごい子だったとは思わなかったわ。ありがとうございます。でも何を褒めてくれてるんですか？商人からの依頼をたくさん受けてくれたことよ。本当、おかげでいろんな商人が助けられてるわ。ああ、でも商人の依頼は人気あるから、私だけそんなお礼言われることじゃないよな。まあ確かに冒険者からの人気は高いね。報酬も悪くないし。けど冒険者って基本的に気まぐれな人間だから、依頼を出すのってかなりの賭けなのよ。依頼を途中で放棄するやつなんか珍しくないし、そうならないように契約をしていたやつがしばらく冒険に行くって言ったままそれきりなんてこともよくある話だからね。そうなんだ。依頼を出す方にもそんな悩みがあるんだね。まあね、ほんと報告なしの途中放棄とか最悪中の最悪なわけよ。その点ライザはこの町に暮らしてるし、なおかつどんな依頼でも完璧にこなしてくれるでしょ。商人の中にはライザのことを空剣島から来た商売の守り神だなんて言う人もいるくらいよ。商人さんたちってそういうところノリが良くて面白いですよね。でも私も依頼を出した人たちが喜んでくれてるのを知れて嬉しいな。これからもじゃんじゃん商人からの依頼が入ると思うけど、なるべく受けてもらえるとありがたいかな。あ、でももし私の出した依頼と被っちゃった時は、付き合いの長い私の方を優先してね。邪魔するぜ。いらっしゃい。珍しいね、クリフォードさんがアトリエに来るなんて。うん、話しておいた方がいいかと思ってな。俺がこのオートに来たのはあるお宝を手に入れるためなんだ。そのお宝ってのはどんな鍵や仕掛けでも簡単に解除できるようになるものらしくてな。俺みたいなトレジャーハンターが狙うにはぴったりだと思わねえか。なんか魔法みたいな道具だね。だな。
さすがはクリント王国の錬金術師が作っただけのことはあるぜ。クリント王国時代の錬金術師が？それ本当なの？本当さ。この前俺が読んでた本覚えてるか？あれを書いたトレジャーハンターがしっかり書いてんだよ。王都を拠点にしていた時、クリント王国の錬金術師が作った遺物を発見したってな。見つけたってことは持ち帰ってどこかに保管してあるんじゃないの？それがな、なぜかはわからないが、そのお宝を持ち帰っては来なかったんだ。なのにお宝の話を書いたもんだから、そいつは嘘つき呼ばわりされちまってな。でもクリフォードさんは信じてるんだ。まあな、嘘つきの話を信じるやつは嘘つきなんて言われて、ガキの頃はずっとのけものにされちまったな。そんなひどい。人を信じられねえダセえ奴らなんぞ俺の方から願い下げだせ。まあとにかく俺はそのトレジャーハンターが見つけたお宝を探してるってわけさ。そいつも俺も嘘つきなんかじゃねえ。それを証明したくて。いけないいけない、思い出話で愚痴っちまった。クリフォードさん。なんだ？その宝物絶対見つけよう。それでクリフォードさんたちが嘘つきじゃないってことみんなに証明しよう。ああ当然だ、絶対見つけてやるぜ。